あんたに私たち姉妹の何がわかんの？あんたみたいな、貧乏だとか疫病だとかそういうの全然知らないボンボンのお嬢様に、血の味も知らないあんたなんかに、私たち姉妹の、家族の絆の何がわかるっていうのよ。答えてみなさいよ。死なない天使。私は、シオンの隣には、ふさわしくない。天使？天使？天使、早く学校に行こう。はい、シオン。シオンもこの頃明るくなってきた。球技大会で失敗した時は、しばらく落ち込むかと思ったけど、そんなこともなく。シオンは強くなってる。それが私は嬉しい。シオン、何か落としましたよ。これは？あ。ありがとう、天使。東方学園はアクセサリー禁止ではなかったですよね？それをつけてるの、私見たことありませんけど。これは、もう私がつけていいものじゃないから。シオン。早く学校に行こう。遅刻しちゃうよ。シオンと仲良くなって、ルームシェアもするようになって、私たちはいろんなことを話すようになった。でも、お互いに触れない話題が一つだけある。家族の話だ。この話題になると、私もシオンも口数が少なくなる。私はひなない家の発展に必要な人間に嫁ぐために生まれた。それが嫌で、反抗してこの学園に来た。シオンは不幸体質で家族に追い出されるように、この学園に送られた。親友なのに、話せないことがあるのはもどかしさを感じる。ごめんね。ジョン。ジョン。お姉ちゃん、見つけた。シオン、危ない。え。どうして？シオン、大丈夫ですか？おい、今のシュートすごいな。まったく、危ないでしょう。もう少しでシオンに当たってましたよ。え？これ私たちのボールじゃないけど。え？じゃあ、これは誰が？とにかく怪我がなくてよかったです、シオン。とりあえず、教室に。ジョン。やっぱり、いるんだね。私とお揃いの腕は、やっぱりちゃんと持っててくれた。
あんなことがあっても、私たち、やっぱり家族だね。お姉ちゃんはやっぱり、私のことが大好きなんだ。昔っから、お姉ちゃんは私にだけは、怒ったり叱ったりしなかったもんね。私だけがお姉ちゃんのそばにずっといてあげたもんね。お姉ちゃん、いつまでこんなところにいる気？早く私たちのところに帰ってきてよ。じゃないと、あの青い髪の人が、手遅れになっちゃうよ。